こんにちは、荒獅子男之助です。今日は6代目三遊亭圓生師匠で一人酒盛です。先にちょっと謝っておきます。あんまりね、いい音をしてないんですよ。っていうのは、もともとカセットテープの音源なんですけど、録音した時の状態が悪かったのか、テープが古いのか、ちょっとノイジーな感じなんですよね。いろいろフィルターかけたりしたんですけど、逆に元の音源が痩せちゃうので、もうそのままアップすることにしました。で、一人酒盛りっていうことなんですが、またお酒が題材になってますけど、やっぱり皆さんお酒好きなんですね。私は飲めないけどじゃあお楽しみください。昔からこのお酒を召し上がる方は随分ございますが、まあ本当の酒好きと体質とは違うんだろうと思いますが、二升飲む三升飲むとおっしゃいますが、まあそういう方が本当に酒が好きなのかというと、そうも言えませんで、随分この面白くなく飲む方がありましてね、五合ぐらい飲んでもケロッとして、どうです、うまいんですかって言ったら、うまくありませんよ、うまくないんですかね、酒あんまり飲んでうまいもんじゃありませんね、うまいもんじゃありませんって、やっぱり召し上がりはほろっとしていい心持ちでしょう。いや、私はね、どうも飲んでもね、あんまり酔いませんからね、もうまるっきり酔いもしなきゃうまくもないってんですが、そういう人に飲ませるのはまことに無駄な話で、都主なお時節という言葉がありますが、まあ三升ぐらい召し上がるといや、これはもう大使家の方で、とにかく一升瓶が3本入るんですから、量席だけを見てもかなりお腹もくちくなるでしょうし、もうその上飲めないだろうと思うが、都主というんですが、ああそんなに飲めるもんじゃなかろうと思うが、そうでなく本当に飲んだ人があるぞ。昔矢橋の私と申します、琵琶湖にございます乗り合い船というので、大勢の者がこう乗り合って船が出ると、道の間のところにいたのが18区になる、もう今生意気盛りの酒屋の小僧で、おいどうだいみんな、こうやって乗っかってるが酒の好きな人もあるだろうが、いいね、この桶の中に一斗入ってんね、あら、いくら好きだったって一斗の酒は飲めねえだろ、もし飲んだら俺がなんだぜ、ただ思っていいよ、あ、おわしはいらないから誰か飲んでごらん、飲める人はねえだろ。傍らにいた42歳の痩せぎすな人で、じゃあ何かこれみんな飲めばただか、ああいいよただで飲ませるよ、その代わりなんだよ、少しでもね、一口でも残したらダメだよ、おわしもらうよ、おーいいと、じゃあ試しにやってみよう。何しろ一斗の酒というんですから、口をつけてこいつをごくりごくりごくりと飲み始める、約三升ちょっとぐらい残ったかなと思った自分に、この桶両手をかけてぐーっと持ち上げて、グリッ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 グリお、本当飲んじゃったら、一斗飲んじゃった。みんなの気持ち、ベースをかけ始めて。世の中というものはな、白いもんだよ。お前なんぞはな、生意気な口を聞くもんじゃねえ。どういう人間がいるかわからねえ。これはただで飲ませると言ったんだから、銭を払わなくったって文句は言えねえんだよ。おめえの酒をただ飲んだところでかわいそうで、さ、これをやるから、これから生意気な口を引くな、おけん中にポンと金を放り込んでくれ、そのうち船が着きましてとスーッと上がって、よろけもしないでそのまんまスーッと行っちまったんです。これがまあ本当に一斗の酒を飲んだというんですが、まあそういう豪酒の人もあるんでございましょうが、おう、なんだ用があるって言うから、おーおー来たの、上がってくれ上がってくれ、上がってくれったってダメなんだよ、え、いいだいい、これから出かけなくちゃならねえんだよ、ほら今出ようと思ったらね、あんでも重要だからすぐ来てくれって言うからやってきたんだけど、なんだ重要って重要ってないよ、別に大したことじゃねえんだよ、今いや酒をもらったんだよ、
昔ね、俺が世話した野郎なんだ、上方の方へ行ってしばらく帰ってこなかったんだ。不意に今日顔出じゃん。こっち急に帰ることになりまして、お土産と思いましたが、どうも急なことで何にも手回りませんね。またお酒でも好きな方ですから、作り酒屋に心安いうちがあるんで、まあ、お酒のその元のようなものを一升持ってきたと、こういう、ね、本来なら残らず置いていかなくちゃならないんですが、もう一軒お世話になったところがあるんで、今後だけでどうか勘弁していただきたいと、こう言いやがって。言うことはかわいいやね。何も余計物をもらうからいいってことはね。ああ、いい。お前が世話になったところがあるんなら持ってってやるんで。じゃあ、俺半分もらおうじゃねえかってんでね。野郎は自慢して帰ってきやがったから。だからどんなもんかと思ってちょいと舐めたんだよ。ところがうめえんだ、これが。はあ、かのやつは目を叱らしてやるからね。ほら、じっと我慢してたんだ。今、用足しがあって出ていけなんだ。夜まで我慢しようと思ったら、こっちはもうとても待ちきれないんだ。友達は大勢あるが、それはお前が一番俺は好きなんだよ。ね。二人でついてやりてえと思うからよ。呼びにやったんだ。ダメだよ。そうかい。飲み友達は大勢あるが、俺だけ呼んでくれたってな、嬉しいじゃねえ。え、何？いやいや、まあまあ、要はなんだけどね、まあ少しぐらいならいいんだよ。じゃあすぐやろうってんの、まあ、すぐ飲むんだけどもよ、何しろおめえ、死はねえんだよ。ねえ、まあ、ホタルのケツみたいな死じゃしょうがねえから、ちょいと、お顔がすぐつかなくちゃうまくねえから、表に炭俵があるんだから、炭を二つ三つつまんで、そのコンロ入れ作んねえから、あ、種火はあるから、こいつをちょいちょいちょいとケツは折ってくる。炭は柔らけえから、すぐポッとくるから。おー、よこらよこら。夜間をかけていってくれ。生ぬるなんだから。それでこう、ガクガクくれやで。すぐにおかんができようというわけなんで。それから、魚は何にもいらないってなもんだけど、やっぱり何がなくちゃ形がつかねえからね。魚品へ行って、なんだ、ああ、いやいや、何でもいいんだよ。お前に任しとくから。いや、差し飲むさ。余計取ったって、今日はね、一人前でいいって言ってね。ほら、持ってきたの。いい刺身だね、おりゃ。中トロだね。ありがてえな、どう。これがありゃもう言うとかね。それから今何した、特用出しすねえ。その引き出しを開けると、あ、一合ずつ減るやつね。二本。ああ、それそれ。だから、そこ、酒がそこにあるから、足しねえんだからね、なるだけこぼさねえようにしつくんない。大事にしてな。二本一本にこう、突っ込んどいつくんない。それから、魚、これでいいんだけど、なんか箸休めに、方向があるといいんだけど、揚げ板のこっちから三枚目を開けると、ぬかみそだな。なんかあるだろう、キュウリかなんか。ああ、どうもすいません。お前さんは器用だね。ちょいとすることは小手が効いてるからね。綺麗事でいいや、男のすることはね。うん。俺なんざ口が八丁で手が一丁ってやつで、ね、何の役にも立たねえ。文句は言うがね、ああ、どうもすいません、ありがとう。キュウリの高校に刺身と来てやりゃもう言うとかに、俺はまたこの大きいやつで、ね、キュッといかねえと飲んだような気がしねえんだよ。特量出しつくねえか。まだ早くたっていいんだよ。一本こっち行ったよ。何しろね、子供がおもちゃをもらったようなもんでね、とてもが、おいおいおい、トマだ。おい、見ねえこの色。いい色してやんだと。酒が上へぐーっと盛り上がってくるだろ。こう行かなくちゃいけないよね。ついたやつがテーラーになっちまっちゃいけない。いい酒ってものはね、こうぐっと持ち上がるからね。まあそうだな。目がいい。ねえ。が、目がいい。おい。まあ。ああ、実にうまいね。気が遠くなります。おい、って。うまいね。人が飲んでるときに、その、毎回、毎回、毎回って。うるさいよ。ああいう時は黙って飲まなくちゃいけないよ、お前。いるなら食いつくよ、ああいう時に。こうも通っていく、その、ないね、なんとも。酒じゃねえな、油だね、こうなってくると。ベトベトしてや。あと、こっち、特量出してる。ああ、ありがとう、ありがとう。どうもいい酒だね、これは、実に。こういういい酒が飲めるてんだからね。本当に。人間やっぱり長生きをしなくちゃいけない。あ、特量入れといてくれ。
酒、俺はね、このね、酒をもらった途端にそう思ったんだよ。飲み友達は大勢あるが、嫌な野郎と飲みたくねえからね。トメさん、俺はね、おめえが一番好きなんだよ。ね、二人でちょいとやりてえと思ったんだよ。そう言ってもらうと本当になんだかね、嬉しい。俺も酒が好きだからね、うちの家がうるせえんだよ。お前さんと来た日にはすぐもう酒を見るてえと腰を抜かしちまって、何にも忘れちまうんだから、どうしてそう育児がねえんだろう。用が済んでからゆっくり飲んだらいいじゃないかって。ああ、みんな同じだよ。かかなんてはなれ、そんなこと言わんで、何にもみんな用を済ましちゃって、で、後でゆっくり飲んだらそうはいかないよね。飲みたいと思った時は飲んだ方がいいよ。それ我慢するのは毒ですよ、大丈夫ね。いい酒だね。ああ、75日生き延びるなんてえけど、3年ぐらい生き延びちゃったね、これでね。ありがたいけど、しかしが、人間なんてほら勝手なもんだ。えああ、ここでいい酒は飲まあいいけどもさ、悪い酒はまた嫌だからね。飲むときがまずくって酔い心が悪くって冷め際が嫌な心持ちだろ。それでもなきゃやっぱり飲むよ。これはしでえ酒だとか悪い酒だとか。じゃあ容赦はいいんだけどもね。やっぱり愚痴をこぼしながらみんな飲んじまうわね。酒飲みなんてほらやっぱり意地の汚えもんだ。かかは血気あってまたうるせえだろうと思うんだよ。えどうしてお前さんまた夜まで待たないで飲んじゃったんだよ。嫌やんだよ。本当にうるせえったって、こないだもね、尺に触ったって、俺はね、脇でちょいってやったんだよ。あ、で、このぐらいなら気がつかねえだろうと思って、うちにスーッと入ってきたら、俺の顔をじーっとこう見やがってね。あら、ちょいと、またお前さん飲んでんだね。聞こえ、暗号出しちゃう。尺に触ったね。なんとか言うがいいじゃない、お帰んなかいとか、えやれ、なんとか言葉があってお前さんお酒を飲んできたのかいとこう優しく言やいいじゃない、え顎を突き出しやがってまた飲んできたんだね、ほらムカッとしたからね、え、じゃんで酒なんで俺飲んじゃいねえよって言ったの、何言ってるんだよ、飲んでるか飲んでないか顔を見たらわかるだろ、こういうやん、えじりじりしちゃったね、俺はその時はね、俺の顔はどうなってんだったら、そこに鏡があるじゃないかって。何を？鏡がある？見るとね、机の上にあの、ほら、かかわのこうやって、お、あの、持ってみる。なんて、手鏡ってのが、あれがあるんだ。それを取って、俺の面はどうなってんだ？見た時にね、ほらね、飛び上がって驚いて、俺の顔に真っ黒に毛が生えてやる。おかしいんだね、その朝から床屋行ったばかりなんだからね、そんなに髭が伸びるわけもねえんだけど、真っ黒だ、うん、あ、どうしたんだ、何がさ、何があったってね、鏡に映ってんの、俺の顔に真っ黒の毛が生えてる、バカだね、鏡じゃないからブラシじゃないか、ブラシや毛が生えてんの当たり前、ブラシと鏡と間違えてやんならね、やっぱり酔ってね、酔ってんだね、そういう時はね。あーいいだけ、あ、こっちに出してくれ、とっくり、おー、ありがたい。本当にね、俺はこの酒もらった途端にそう思ったよ。これはいい酒だなと思ってね、うん、これはストーリーで飲んじゃもってえねえから。友達は大勢いるわね。トメさん、俺は一番間が合うんだよ。本当なんじゃよ、ね。嫌な野郎と飲んだって嫌なんね。面白くないからさ、ね。二人でやりたいなと思ってさ。やっぱりね、ありがたいね。うん。だけどさ、ぐずぐず言ったってこうやってお酒でも何度も、まあ、よかれやしから飲めるんだからさ、ね。いいやね。嫌だったね。あの、ボカボカの自分ね。え？ってあの、B20 食ってなきゃ。え？嫌になっちゃったよ。あの時は国民酒場ってのができたろ、ずーっと並んでね、なんか施しをもらうように、ビールなんだ、あの店をね、一回り回ってる、来る間に飲まなくちゃいけねえんだって、で空き瓶を返してくる、なんだっておめえ歩きながら飲んでんだからビールがこいつ買えちまいやがってね、後のビールはなかなか減らねえんだよ、それでもなんだお前あんな思いをしても飲みたかったよね、どこのうち行っても
すいません、大将、もう一本ください。ダメですよ。うちは一本切りですよ。なんてやん。え？なんだ、まるで、文治師匠の施しをしてくれてるような面じゃ。なかったやないんでさ。ね、大将、終わるから、もう一本。せやな、大将さんね。でもこれ切りだよ。なんてやんってね。シャクシャクってね。クソでも食らってやねん、文治師匠。もうこんなうちに二度と再び来るんかと思ってね。まあ、しょうがねえからまた行ったけどね、どこで。あんな稲にはね、睨み倒しておめえ、それで物を売って銭を取るんだから、後でね、ひどいよ、お前。だけど、あの自分おかしかったよ。ああ、真っ暗な中でね、酔っ払ってこう、往来で寝ているやつがある。ああ、するとそばで起こしてやる。おいおい、起きねえか。おい、起きろ起きろって言ってやる。見たところはどうも、友達でもねえらしいんだね。うん。それから、俺考えたんだ。こんちしゃ怪しいなと思ったらね。それから、おお、どうしたんだお前は。さっきから起こしてんねえって言ったら、ええ。いいって、お前は何かい友達かいって言ったら、いい、うん。知らねえ人です。知らねえ人ですって、さっきから何だってそんなに起こしてんの。今時、こんなに酔っ払うほどどこのうちで飲ませるんだろう。こいつに聞いた足もそこ行きてえと思うから起こしてんだ。酒飲みなんてほら聞いてみりゃ罪のねえもんだねえぞ。おかしなもんだ。しかしまあ本当にいい酒だからね。うん、これはね酒の元なんだって言ってたよ。あ、これね水をね、いくらとかなんかやっちゃったら入れてね、それで売り物になるんですし、こういうものはね、あの顔立ってないんですから味わって飲んでくれないなんてやってね。ああ、俺はね、もらった途端にそう思ったんだよ。トマさんと、ほら、友達はね、おい、行ってやりたいなと思って、本当だ。うん、そう思ってる。うん。め、いいだね。お、とくろ出してくれ、こっち、とくろ。今度はいい、いいからな。お、ありがとう、ありがとう。ああ、こういう、いい、あ、ほら、魚忘れちゃって。え、ただね、ああ、ね、お刺身を食わなくちゃいけない。せっかく。あ、ちょっとあの、下地やねえんだよ。そこを開けると、あの、醤油つきが減ってる。あ、そこに小皿なんだろ。よーし、今ね、やりやったらやったね。本当にね、この刺身なんてものはね、あ、あ、どうな、見ね、このね、わさびね、猛禽がね、これは俺ね、偉いと思うんだよ。高くてもなんでもね、ちゃんと本物を使うだろ。だから俺は、ここのうちはね、俺、ひいひいしてやりたいと思うんだよ。今、あの、粉わさびってのがね、え、わさびは高いから、粉わさびでもいいね。冗談ちゃうからね。粉わさびで刺身食うぐらいなら、切り身ね、醤油ぶっかけてかじったと同じなんだよ。刺身なんてのはね、半分はこのサビで食わせるんだよね。やっぱりこの、ね、サビはね、とっとこのして、粉、粉くちゃ。うん、目に涙ってやるんだねえと。もっとはやっぱりわさびはツンと殺してやね、うん、もうなんだね、魚の方が下にピリッとしてわさびが甘くなっちゃったらね、ほんとだよ、うん、はぁ、ありがてえありがてえ、ほんとだよ、こうなって作るとなんだね、ちょいとこうペンペンかなんか欲しくなってすんね、贅沢に言うと滑り引かなんかね、おつなねじめでさ、こう引いてもらって、そいつを引きながらこう飲んでる。いいもんだね。え？ほら、同じ何もんでも、あの、木魚はあんまり面白くない。ポークポークポークってやつ。木魚で酒飲んだってしょうがないけど。ほんとに、やっぱり爪引きの音なんてな、おつななんだね。え？だるまさん、こちら向かんせい、世の中は月雪、花に酒と三味線なんてな、なお、どうだ、おい、おめえ、ちょいとおつなんのぞじゃねえ、なんか歌って聞かせるれよ、トマちゃん、おい、歌えない、なんか、おい。足りねえと、しらくでバカして歌いねえ。何を口の中でもぞもぞ言ってるんだよ、おい。なんか言うことはね、はっきり言え。ムジムジって言って。
ね、おめえ逃げらねえところがあって嫌だよ、本当にさ。なんか歌って弾かせてくれよ。この頃なんだね、小唄なんてものは流行ってるや、いいなあね。え、小唄なんてものはね、俺はやっぱり短い方がいいとはね。え、あ、江戸っ子の歌なんだから、ちょいっとした文句で、それ、さらっとこう、ね、おつな節がついて歌うから小唄はいいんだよ。随分長いのがね、この頃ね。え、用足しに行って帰ってきたらまだやってるなんて。だんもんだね、ああなるとね、小唄のね、しまいに上中下に分けなくちゃ歌えねえなんてのは、やっぱり小唄は短いところにおつなのがあるんだね。なんだね、一声をなんて、え、いい言葉あるね、一声を花のあずまの町町、なんてな、とかだ、おい、なんか聞かせろよ。一声を、なんてな、え、止めちゃえ。花のあずまの町町へ残してゆくか、山ほど遠いすんだ。ああ、どうだ、ああ、とっくりとっくり、おい。ごと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 言ってるじゃん。やろうならなんでしょうな。どうしたんだよ、おい。とっくりだよ。え、暑くなっちゃった？当たり前だよ。暑くなっちゃったったって、とっくりの話だぞ。ぼんやりしてるから、こっち出してみなよ。暑いったって、どん、うわ、おめえ、煮えくり消しちゃって、そんなね。酒はね、人肌ってんだ。おめえだって酒分かってんだろ。うん。こんなにモテねえこと、暑くしちゃったらしょうがねえじゃん。袖で、さらしちゃならないよ。ああ、煙が出てやがるから、しょうがねえな。情けないね、このいい酒をこんなにしちゃってると。おい、あとつけときな、あと酒。おい。何をしてんだよ、何をしてんだな。つけろよ、あと。え、もうない、もうないってどうした、飲んじゃった、ゆくろでおつぶりか。うん、せっかくの酒こんなにしちゃった、熱くしちゃったしょうがねえ、こんなに熱くっちゃうんです。お酒ってものは吹きながら飲むもんじゃないんだよ。甘酒とは違うんだよ。こんなに熱くしちゃうお前酒の熱い、熱いよ、熱いけどうまいよ。前には前けどさ、ねえ、ただ持ってねえって話なんだよ。こんなにしちゃったらせっかくの酒じゃん。俺ね、こう酒 もらった時に俺はそう思ったんだよ。あ、友達は大勢あるけれども、まあ止め子だけは呼んでやらなきゃかわいそうだなと思ったんだよ。だから呼んでやったんじゃねえ。ありがたく思えやんしよ、そういうのしねえのに。おめえはね、いい人間だけどね、なんかそのすることはどじだい、いけませんよ。しっかりな、ね、このお酒だって、持ってねえじゃん、こんなにして。あとをつけろよ。ああ、そうだ。もうねえのかな、あ、そうだ。なくっちゃし、ね。じゃあこれでおつもりだね。おつもり。おどうだ、どうだよ、無冠の太陽おつもりなんてしゃれはどうだよ。面白いだろ、おい、ウーカルの歌、おい、ぽーっとして、シャレを言われたら何とか、おう、ヨーヨーとか何とか言えやん、シャレ聞いてくんにつれし、いけないかい、ウーカルの太夫を おつもりってのは、玄関付きのシャレはダメか、え、気に入らなきゃ、何、無理に買ってくれってわけじゃねえんだ、頼みはしねえ。いい酒だね。暑いけれどもうまいものはうまいね。やっぱりね。うん、ただもったいないって話なんだよ。ほんとだよ。これでおしまいだね。え、いい、あ、いい酒だ。ほんとにいい酒だね。あ、いい酒の温泉ってとこがあったね。
こんな時はこんなはいい酒ってやだ。うまい。どうも実にこてられるやな乙女子。何じゃこれ、何でしたの、そう知ってるように逃げやんて。え、お顔後ろのつけに行ってこいの。何で泣きってんの。そんな酒なんか飲みたかねえよ、ほら。酒なんか飲みたかねえけれども、たとえ一杯でも。え、そこ、え、何でんしゃねえ。てめえだけガブ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 食らやがって。世の中にこんなうめえ酒はねえ。何言ってやんねえ、ベラボーめ。見てるだけで目がまずいか、そんなことは分かるかよ、しょめ。てめえ見て、こじきみたいなさ、衝撃つきやねえ、しょめ。ずらりやれ、バカよ。ちょいと、クマさん、どうしたんだよ。なんだか知らないが、大変トメさん怒って帰ったの。喧嘩をしたのかい。なんだよ、トメ公開。あはははは、いいんだよ、言っちゃってきれ。あの野郎、酒癖がいいんだから。炎症師匠で一人酒盛りでした。この話ってお酒好きの人はどう感じるんでしょうかね。私は下戸なんで、まあ、全然気持ちに寄り添えないっていうか、むしろ下戸の立場から言わせてもらうと、お酒飲みの嫌なところとか、わがままで自分勝手で人の気持ちを全然察しない迷惑なところとか、もうひとまとめにギュッと圧縮したような話で、ある意味お見事としか言いようがないって言いますかね。お酒飲みって本当バカだね。そりゃトメさん怒るよ。明日は7代目立川談志師匠で感情板です。お楽しみに。